早稲田大学商学部の3年生です。高2の後半くらいからなんですけど、高2は割と部活に結構力入れてたので、本格的に始めたのは高校3年生です。部活は放送部っていうなんかアナウンスとかやってました。まあ、全体として勉強ちゃんと開始する前は55とかそこら辺でして、で勉強開始本格的に始めたら最終的にはまあ70は超えたかなっていう感じです。英語は私は本当に最初英語ができなかったんですけど、もう単語からちゃんとやろうと思って、もうとにかく基本的な単語から覚え始めたら、そこから一気に模試の成績とかも上がったので、そうですね、まず最初は単語やることをお勧めします。でその後にやっぱり文法力がないと長文が読めないので、文法の参考書も解いて文法力上げて、その後に英文解釈に入ったり英語の長文を読んだりしましたね、私は私はずっと高2から駿台に通ってました。駿台は私的にはそのやっぱり講師先生の教え方とか質がすごくいいなと思っていて、あとやっぱり教科書がすごく分かりやすいです。反省点に関しては、まあ、本格的に始めたっていうのが高3っていうのもあって、もう少し前から始めてれば高3で余裕持って勉強できたのかなって思ってます。やってて良かったこととしては、私はとにかく家にいたらあんまり集中力が続かないタイプだったので、とにかく夏休みとか長期休みでも塾とか学校の自習室に行って周りの受験生見ながらモチベーションをもらって勉強するようにしてました。早稲田に入って良かったこととしては、すごい周りに大学入ってからもちゃんと自分の好きな勉強を続けてるっていう人とたくさん出会って、私も大学入ってから、私はもうこういうことに興味があるんだっていう、まあ、新たな気づきが得られたのは早稲田もうのおかげかなって思ってます。おすすめの参考書は、まず一つ目は英語なんですけど、単語っていう英単語の参考書を私はずっと使ってました。使い方としては、まあ、最初普通の単語帳と一緒で単語を覚えるんですけど、意味が多分他の参考書よりも細かい意味がいっぱい載っているので、それも全部覚えて、あと私はこう例文、日本語の例文も覚えて、それをすぐに英文に直せるように何回も見ていました。あと私は現代文は開発講座っていう参考書を使っていました。私現代文ずっと伸び悩んでたんですけど、開発講座使ってからも徐々に現代文の基本的な解き方とかが分かるようになって成績が伸び始めたので、開発講座もおすすめです。3つ目はトップグレードの解釈の問題集参考書を使ってました。これは少し内容が難しいのですが、早稲田とか志望するなら、まあ、すごくおすすめかなと思ってます。早稲田は、まあ、多分人気な大学で倍率もすごく高いと思うんですけど、本当に毎日コツコツ勉強していたら成績も伸びて、私も最終的には受けたところほとんど受かったので、もう毎日コツコツ勉強していれば絶対大丈夫だと思いますこの動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。早慶マーチ専門逆転コーチングでは、オンラインでどこに住んでいても志望校に合格した専任のコーチがサポートさせていただきます。志望校に特化した参考書カリキュラムにのっとって徹底的にサポートさせていただくことで合格に最短で近づくことができます。詳しくは概要欄の公式 LINE からお問い合わせください。